大きなゴミ屋敷。ゴミ屋敷は、住居内にゴミや不要品が大量に蓄積され、生活に支障をきたしている状態を指します。ゴミ屋敷は、住居者の健康や安全に悪影響を及ぼすだけでなく、周辺住民にも迷惑や不安を与える社会問題です。ゴミをなくせばいいのだけれど、ゴミ屋敷に住む人は、そのゴミに依存していてゴミを捨てられません。衛生環境の悪化に目が向かないというか、わざとまぶたを閉じているのか。ゴミ屋敷は、ゴミや不要品が散乱して環境の悪化で、住居者の健康を損なったり、近隣住民に健康被害をもたらしたりします。ゴミ屋敷は、火災の危険性もはらんでいます。都市で火災が発生すれば、ゴミが散乱して通路が狭くなっているため、消火活動が困難になります。山火事が起これば、大地が灰になってしまいます。海辺で起これば、人々は熱風に追われて海に飛び込むことになり、海のゴミに蝕まれます。ゴミを大地に埋めれば、ガスが発生して空気が汚れます。燃やせば有害ガスが拡散されて、防毒ガスマスクをつけて生活をしなければなりません。処理したガスには、微細な大量の毒が含まれ、その処理水は処理汚染水として海に流される。プランクトンが取り込み、小魚が食べて、大きな生物が食べてと生物に蓄積されていく。最終的に人間が食べて、排泄や代謝によって体外に排出されなければ、生物体内に蓄積されていきます。食物連鎖のレールに乗って、当初の濃度よりも数千倍から数万倍の高濃度が蓄積されていきます。化学物質、重金属などで健康被害を引き起こす可能性もあります。放射性物質なら体内被曝をして、遺伝子レベルの書き換えを起こしてしまう。感受性の高い子どもたちの未来を絶望にしてしまい、大人は立ち止まるべき時に立ち止まらなければ、絶望が希望に変換されない。大きな地球というゴミ屋敷は、ゴミを片付けられないことへの罪悪感に、精神的な問題を抱えてゴミに埋もれることになります。ゴミ屋敷に住んでいる人々は、周囲の目線への不安を感じながら、ゴミ屋敷問題を一人で解決することができません。社会全体で取り組むべき課題だけが残った。